Hi, me, こんにちは大西です。今日は INTERCHANGE 5th Edition Level 1こちらの会話の解説をします。Page 1 1 e x e r c i s e 7 c o n v e r s a t i o n i w o r k i n the a f t e r n o o n 私午後に働くんですという会話になります。クリスティーナがタクシーに乗り込んでタクシードライバーと会話をしている場面ですね。では解説していきます。音源は下にありますので音読練習に使ってください。 I need to go to National Bank downtown, please. はい、解説します。i が主語、need が動詞です。need は必要とするという動詞。右側に目的語が来ます。何々することが必要。はい、右側の目的語っていうのは絶対に名詞の形じゃないとダメなんですね。go っていうのは動作なので、to go というふうに不定詞にすることで行くことっていう名詞になります。なので目的語の位置に入れるんですね。なので、ナショナルバンクに行くことが必要です。つまり行きたいんですということですね。ダウンタウンは繁華街にある繁華街のということ になります i'm meeting late a for 私遅れてるんですと会議に行ったこということですね。No problem 大丈夫ですよ問題ないよということですね。What time is your meeting? 何時ですかあなたのミーティングは ?B 同士は前後イコールでつなぐだけですね。何時あなたはミーティングということですね。In 10 minutes はい、何分後っていうときは in を使います。In ten minutes 十分後ですと急いでるんですね。I don't usually work in the morning。私はいつも午前中に働きませんと言ってますね。はい、usually は頻度の副詞でいつも大体ということですね。 この午前中とか午後とかいう時は必ず in ですね。in the morning, in the afternoon, in the evening となってきます。in という前置詞は何かの空間の中という意味なのでそれが場所でも時間でも広い場所の中になるんですね。午前中ってある一定の長い時間なので in を使います。really? そうなのとちょっとタクシードライバー驚いてますね。what time do you usually go to work? 何時にいつも仕事に行くのと聞いています。Go to work で仕事に行く。もうこれ決まり文句として覚えちゃいましょう。この work は名詞ですね。work は働くという動詞もありますが仕事とか労働ですね。えー、っていう名詞もありますのでこれで仕事に行くですね。I work in work afternoon the 私は午後に働きます。I start at、one. はい私は始めますと1時にと言ってるんですね。 at one、はい、時刻ですね時刻は一点なので、at を使います。at と in は時間や場所に使えるんですが、いつもイメージが、at は点、えー、一点ですね。ポイントとなるところ。だから、えー、時間だったら時刻ですね。in は広いところ、中に入れる空間の中ですね。だから時間としては広い時間軸になるわけですね。That's pretty late. そりゃかなプリいねという単語は、えー、形容詞でね綺麗とかいう意味がありますがシーズプリ t y とこういうと彼女は綺麗可かわいいということですが、えーとかなりえー、副詞ですねここはね副詞でかなりという意味があります late にか,かかってますね、えー、それかなり遅いねと言ってますね、えー、これもよく使います how are you って聞かれて good もいいし pretty good っていうこともありますかなりいいよっていうことですね Do you like to work in the afternoon? はい。Do you like ですね。あなた好きですか気に入ってますか何を ?To work することですね。働くことを気に入ってますか ?In the afternoon. 午後にと。Yes, I do. 気に入ってますよ。I work better in the afternoon. はい。I work better っていうのは well の比較ですね。well っていうのはうまくとか上手にって意味なんですが I work well ってことは仕事がうまくいくってことですね。うまく働くってことは仕事がうまくいく。そしてその比較さらに、えー、より良いっていうことね。よりうまくってことだから午後の方がうまく仕事をできるんですってことですね。I finish at 7 or 8. はい、私は終えますと。at 7 or 8.7時か8時に。Then I go home and eat dinner. at around 10:30はい、そして 私は家に帰って晩ご飯食べますと、はい、10時半頃にということですね。r ラウンドがつくとあのちょっと周りを指しますので10時半頃きっかり10時半じゃないんだけど、まあ、10時半頃っという感じになりますね。はい、この「でん」なんですけどでんつないでるんですけど I finish at 7 or 8 then っていうことは、まあ、基本的に時系列な感じですね。 えー、7, 時 7, 時時7時から8時にお仕事終わってそして次にねそしてねっていう感じに次にする行動をつないでるわけですね。Wow, you have dinner late. はいこの Wow はへーってちょっと驚いてるわけですね。はい、you have dinner late. 晩ご飯遅いねとあなた食べるんだね晩ご飯遅くに。Late は福祉ですね。遅くということです。I go to bed every night at 8 o'clock、はい、私は寝ますと Go to bed というのはもう文字通りベッドに行く行為だから寝るという行為ですね。Every night, my bum at 8ですね。8, 8時にということになります。えー、この CD の人は8 o'clock ってつけてますね。O'clock はちょっきりの時間につけます、はい。つけないこともあります。さっきは、えー、at one ちょっきりですけどつけてませんよね。8 o'clock っていうのも、えー、っとつけることもありますし、つけないこともあります。 ただ、オクロックはちょっきりの時間しかつけれません。8:30とか、えー、になるともうつけないですね。Really? That seems so early. そうなんですかと。それってとっても早いですね。って言ってるわけですね。はいこの seem っていう動詞は何々のように見えるとか思えるっていう意味なんですね。はい何か人の話を聞いたり何かを見たり総合的に目の前にあるものを判断して 思う時に使います。そのことって so early に感じられるねっていうことだからこのクリスティーナが思ってるわけですね今のタクシードライバーの話を聞いてそれってとっても早く感じますね感じられますねってことはそう早いですねって言ってるわけですねはいもちろんここは seam じゃなくて is でもいいんですよね that is so early って言っても同じことなんですが B e 同士でつなぐと完全イコールなんで結構断定的な感じなので、えー もちろん「That's So Only」って言ってもいいんだけど「SEEM」もよく使うわけですねちょっと柔らかくなるわけですねそれって結構早くないですかみたいな感じですね。はいということになりますこの「SEEM」に「S」がついているのは主語が3人称単数だから「s e ム m s となっているわけですねこうやって自分が見たり聞いたりしたことによって思うことに「SEEM」を使うわけですねはいでは私の後に読んでいただいて実際の音読練習は下の音源からやってみましょう。 Okay, repeat after me. I need to go to National Bank downtown, please. I'm late for a meeting. No problem. What time is your meeting? In 10 minutes. I don't usually work in the morning. Really? What time do you usually go to work? I work in the afternoon. I start at 1. That's pretty late. Do you like to work in the afternoon? Yes, I do. I work better in the afternoon. I finish at 7 or 8, then I go home and eat dinner at around 10:30. Wow, you have dinner late. I go to bed every night at 8 o'clock. Really? That seems so early. Okay, thank you for listening. So, see you next time. Bye.